んにちは。本日は講演の時間です。先々週からチャレンジできる人間になる方法というテーマでお話を進めておりますが、今週はその第3回目になります。今週は忘れないと題してお話をさせていただきます。この言葉ですね、どこで見た言葉かというと帝釈天です。もうだいぶ前の話になりますけど、帝釈天のお堂の中に、入った時に、そこに書かれてたっていうかね、私はもうその時見えなくて、一緒にいた人が、こんなことが書いてあるよって読んでくれた言葉なので、どこにどのように書かれていたかわからないんですけど、とにかくその帝釈天のお堂の中でね、この一緒にいた人が見かけた言葉で、こだわらない心を忘れない。なんでしょうね、その宗教上の偉い人が言った言葉なのかもしれませんね。ですごく、おーって思ったんですね。なんか普通逆じゃないですか。なんかこだわりを持って生きろとかね。なんかそういうことを言いそうなもんじゃないですか。逆にこだわらない心を忘れないって、これ素敵だなって思ったんですね。で、これ、先週の小さなチャレンジを積み重ねるっていうことにもすごく通じると思うんですけれどもね。こだわりって大事だと思うし、やっぱりそのこだわりを持っているっていうことがすごく偉いことみたいに思いがちじゃないですか。でもこだわらない心を忘れないって、ね、なんか素敵だなって思うんですよ。先週のね、月見そばの話じゃないけど、お蕎麦屋さん行って月見そばにこだわる人っていうのはなかなかいないかもしれませんけれども、例えばそうだな、ワインとか。昔音楽の先輩でね、俺はドイツワインの汁しか飲まないんだよとか言ってた、こう格好をつけてた先輩とかもいましたけど、別にいいんですよ、ドイツワインの汁しか飲まなくてもいいんですけど、それってこう何かこうこだわりのようでいて、世界中にはたくさん美味しいワインがあるわけですよ、ね、でいろんなワインもっとその彼にとってドイツワインの白よりも、ドイツワインの白の中っていっぱいあるでしょうけど、彼にとってね、美味しいと感じるワインがいっぱいあるかもしれないのに、その彼は自分の中で俺はドイツワインの白しか飲まないっていうこだわりを持っちゃっているために、他の数多くのいろんなワインを知らないわけじゃないですか。で、確かに他のワイン飲んでもやっぱりドイツの白がいいや思うかもしれませんよ。だけどいろんなワイン飲んで結果的にドイツのワインの白に落ち着く、やっぱりいつも帰ってくるとところはこれだよねってなると、もう鼻からね、もうドイツの白しか飲みませんみたいになったら、やっぱりこうつまらないじゃないですか。人生楽しくないと思うんですよね。で、先週お話ししたこの小さなチャレンジっていうのを妨害するきっかけにもなっていると思うんですよね。で、私音楽においてもこのこだわらない心を忘れないっていう結構心がけています。で、そうするとやっぱり、ね、自分自身も楽だし、楽しいことも増えるし、でやっぱりこういろいろな、ね、客観的視点で自分のことも見られるようになるので、そのチャレンジできる人間になるっていう意味合い以外もいいことたくさんあると思うので、このこだわらない心を忘れないっていう言葉、もし参考にしていただけたら嬉しいです。本日のお話いかがでしたでしょうか。穴澤祐介でした。